銅板のエッチングです。銅板に絵や文字を記入して、まあ、そこの部分が銅板の上にこう残るというものですね。まず銅板にサインペンで、名前が書きやすいのでネームプレートが一番書きやすいので、まあ、適当に、まあ、好きな文字をありきたりですけど名字をでこのままでもいいんですけどもう少しこう太めにするとよりはっきりこう輪郭が見えるんですけどちょっと細かいサインペンで修正するといいかもしれませんね、まあ、これはこうお好みでということで、ちょっと端っこに余計な図を入れておきました。これにですね、このプレートをですね、塩化鉄の水溶液につけておくんですけど、これが塩化鉄ですね。これ黄色っぽい結晶なんですけど、水和物です。これは塩化鉄を溶かしておいたものなんですけどもね、結構濃厚な溶液になってます。これプレートをシャーレに入れて、濃厚水液をただかけるわけですね。これでだいたい30分ぐらい、ただひたすら待つと。塩化鉄の酸化の鉄イオンが直接銅と反応しますね。そうすると銅がイオン化してくるので、ちょっぴりですね、こう緑色っぽくなってくるんですよ。まあ、そこら辺は後でちょっと観察してみたいと思います。一方サインペンで書いてるところは鉄イオンが直接触れませんので、そこは銅の光沢が残って、後でこう洗浄すると文字列が残って見えるというそういう仕組みです。30分経ちました。取り出してちょっと名前のとこも剥がれちゃいましたね。少し水溶液が緑色っぽくなってますよね。これ銅イオンの色、二価の銅イオンの色にだと思われますね。これを洗って、表面を乾かして、あとはピカールで磨けばよいと、ね、完璧にキラキラこうしてなくても多少こうくすんだ感じの方がなんか、味があるというか深みがあるので、まあ、適当なところで磨くのをやめて、まあ、こんな感じでどうでしょう。手で触った感じ、こう少し凸凹が感じられますね。